昨日午後6時過ぎ、新潟市中央区南長田の幹線道路弁天線で、乗用車が道路を横断していた市村元子さん90歳と衝突しました。市村さんは頭や足などを強く打ち死亡しました。事故当時雨が強く降っていて、辺りは暗くなっていました。車を運転していたのは、新潟市東区に住む74歳の男性で、気づいたら目の前に人が立っていたと話しているということです。警察は男性が市村さんを見落としたとみて捜査するとともに、ドライバーは自分から歩行者を見つけるよう努力してほしいと話しています。